ここアウトドローモホセカルロスパーチェでは予選が始まろうとしています。各チームとも調整を終え、ピットレーンで予選開始を待ちます。予選での戦略について伺いたいのですが、アンソニー、コンマ1秒を削り取るためにドライバーは何かを変えてくるんですか？予選で変えられることはほとんどありませんね。燃料を減らし、フリー走行での経験を生かしてアタックするだけです。新しいことを試しても完璧なラップを刻むのが難しくなってしまうだけですから。ですが思い通りにならないこともあります。前後にいるマシンとかイエローフラッグとか、コンディションを見極めベストのタイミングでコースインすることが重要です。走り始めたら余計なことは気にせず、ベストラップを叩き出すことに集中するのみです。ステストラップは1分 11.0。 もう少しいい結果を期待したけれど、こういうこともあるわよね。決勝は頑張って。